ミサコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。今回は2024年2月に行ってきた台湾の様子をお届けします。それではレッツゴー。台湾に行ってきます。トイレ何してんの？今回は初めてピーチ使いました。早朝便だったので車で羽田まで来たんですけど、保安検査場ガラガラ。いやもう眠くてやばい時間ですわ。そして外は雨、安全に飛ぶことを祈ります。台湾までは3時間あっという間に到着でした。今回は桃園空港に到着しました。いつも松山空港だったので、この空港に降り立つのは10年ぶりぐらいかな。これさ、台湾に着いたので抽選をします。この時期台湾では観光客向けに5000台湾ドルが当たる抽選を行ってたんですよ。事前にサイトに登録しておいて、その QR コードを読み込ませると抽選が開始されます。でこれ後で知ったんですけど、このカウントダウン中にタップする仕組みだったようなんですよね。でもタップしなかったら勝手に抽選もされるみたいです。そしてなんと2人とも当たりまして、旅費を1万台湾ドルゲットしちゃいました。もうお腹ペコペコだったので、台湾都心部に行く前に空港内でご飯を食べることにしました。フードコートは食べるものも選べるのでとっても大好きです。結構たくさんの人で賑わってましたよ。ここで早速ゲットしたお金を使いました。プリペイドカードに5000台湾ドルずつ入っていたので、もう豪遊できますねこれは。とここで予想外の出来事が、 SIM カードを日本で買ってたんですけど、私のだけも使えなくて、なんで急遽空港で購入しました。電車で台北駅まで移動します。ここでももちろんカードを使いました。まあ、かなりの額なので5日間で使い切れるか心配です。あいにくの天気、滞在中の予報がほぼ雨だったんで、ちょっとしょんぼりなんですよね。で移動で疲れてホテルで爆睡したら夜でした。ということで夜市に来ました。ちょっぴり雨も降っていたので、すべてテイクアウトして部屋でのんびり食べることにしました。ガンガン食べる2人なので、とりあえずガンガン買います。目の前で作って茹で上げられていく水餃子、もうワクワクです。さらに別のお店で小籠包も買いました。お部屋に戻って餃子パーティー、しっかり台湾ビールも買ってます。ニラ餃子、ゆで餃子、小籠包もお腹いっぱい食べて、1日目が終わってしまいました。いやどれも美味しかった。翌日台湾2日目、曇っていて少し寒かったんですが、近くの朝市に向かいました。めっちゃ活気があります。これ日本にも欲しい。2日目です。旦那さんが買った揚げ物をつまみたいと思います。やった。これは旦那さん食べたいものをすっと買っちゃうタイプなんで、それをつままませていただきます。あ、うまい。あ、うまい。活気がいいですね。ちょっと天気が曇りなの悲しいけど、ちょっと寒い。芋、あ、芋。あ、かぼちゃ。さつまいもって言われたけど、これかぼちゃだよ。売ってくれたお姉さんに教えた業界、これね、かぼちゃって。今日もたくさん食べようと思います。お昼ご飯の時間です。ここでまた小籠包を食べに来ちゃいました。リンタイフォンという有名店、作っている様子もしっかり見られます。注文はすべてスマホで行うタイプでした。以前お店に来た時はまだ記入式だったんですけどね。台湾に来たら飲むと決めていた18日台湾ビール、色が結構白く感じましたね。早っ。 あ、すっきりする。とにかく出来たての小籠包、スープがたっぷり出てきます。もう幸せすぎて、とにかく美味しい、感動うまい、胃袋っていう概念なくしたい。冷菜だ。冷菜、美味しい。こちらは旦那さんの大好物チャーハンです。めっちゃ頼んだわ。
鶏生姜もそうです。うわ、やばくない？食べ続けてお腹いっぱいになったので、ホテルで休んでいたらもう夕方です。胡椒餅を食べることにしました。マジでずっと食べてる、本当に食べてる。出来たてなので激アツです。私ね、猫舌なんで注意していただきましたが、うまいけどやっぱり熱い。さらにまだまだ食べるぞということで夕食へ、夜市に来ました。今回台湾に来たのが2月の頭だったんですけど、この週末が春節だったのでまさかの年末です。すでに年越しのため閉まっている店もちらほらありましたね。なんかお得な気分になる、2回年末過ごすの。旦那さんが美味しそうなものを見つけて即購入。大きい焼き鳥ですが、とにかく大きくてふわふわでした。ちなみに旦那さんは食べたいものを探す旅に出ています。お互いの食への理解があるからこそ一旦別行動になる人たちです。なので私は私で食べたかったビーフンをいただきました。2日間でも食べまくったので、次回はいや、もっと食べまくるんだこれ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。